はい、キューベス11初心者講座第4回目となります今回は実際にドラムの打ち込みを行ってみましょう <music> まず前回同様インストゥルメントトラックを作成しますトラックリストを右クリックし「インストゥルメントトラックを追加」を選択そして表示されたウィンドウの「インストゥルメント」のリストからキューベース標準のドラム音源であるグルーブエージェント SE を選択しますトラックを追加をクリックすると このようにグルーブエージェント SE が立ち上がります。トラック作成の際はこのように自動で開きますが、この画面を常に表示しておく必要はありません。ウィンドウの×ボタンで閉じることができます。閉じたインストゥルメントのウィンドウをもう一度表示するには、トラックにあるこの鍵盤マーク、あるいはインスペクターにある鍵盤マークをクリックします。必要に応じて、表示・非表示を切り替えましょう。さて、それでは前回同様、キットを読み込んでいきましょう。 初期状態では何も入っておらず音も出ませんのでこちらのキット1と書かれている部分をクリックします。ブラウザが表示されますのでお好みのキットを選択しましょう。今回は仮にこちらを選んでおきます。ロードが完了するとパッドにドラムの名前が表示されクリックもしくは MIDI キーボードを演奏することで音が出ます。ドラム音源の準備が整ったら Cubase のウィンドウに戻り打ち込みの準備をしていきます。 打ち込みを行うには、まずデータの入れ物であるイベントを作成する必要があります。イベント作成には、鉛筆ツールを使用します。鉛筆ツールはこちらのツールボタンから選択するか、あるいは矢印ツール選択時に、Mac ならオプション、Windows なら Alt キーを押すと、その間だけ鉛筆を使用することができます。鉛筆ツールでタイムライン上をドラッグすると、このようにイベントを作成することができます。今回はルーラーのメモリを見ながら、一小節分作ってみましょう。 もしメモリが小さくて作りづらい場合は、水平方向の拡大を行います。この際、ゾーン右下のズームスライダーで行うこともできますが、パソコンのキーボードで行うショートカットが便利です。G で縮小。H で拡大することができます。さて、ある程度拡大した状態でイベント書き込みを行うと、このように一定の単位で大きさが変わっているのがわかります。これはこちらのスナップボタンが有効になっているためです。もしスナップが無効の場合、 このようにメモリに関係なく自由に大きさを変更することができます。ただ、多くの場合、スナップは有効の方が操作しやすいですね。必要に応じてオフにしましょう。このスナップの単位は、現在は1泊分となっています。これを変更したい場合、こちらの「泊」と書かれているところをクリックします。ここで小節を選択すると、このように小節単位で操作することができます。クオンタイズ値とすると、その隣の数値が採用され、 さらに細かいグリッドで操作す,ることができますズームに適きとすると拡大・縮小したときに変化する縦線の単位で操作することができますさてイベントを作成したらイベントをダブルクリックしてエディターを表示しましょうこのようにしたゾーンにエディターが立ち上がりますこれはかなり縮小された状態なのでショートカット H で拡大しておきましょうプロジェクトゾーンとしたゾーンの間をドラッグすることで縦の幅を変更することもできます このエディターは通常キーエディターと呼ばれ、縦軸に鍵盤が表示され、それに沿ってノートを入力していく形となっていますが、今回はドラムの打ち込みですので、どの音がどの鍵盤に対応しているかを知っておく必要があります。グルーブエージェント SE の画面を見ると、このようにパッドにピッチが表示されていますので、これを見ながら打ち込むことも可能です。ただし、それも慣れるまでなかなか手間と言えます。そこでおすすめしたいのがドラムエディターです。 ドラムエディターに切り替えるにはトラックインスペクターのこちら「ドラムマップなし」と書かれている部分をクリックし「インストゥルメントからドラムマップを作成」を選択します。そしてもう一度イベントをダブルクリックしてエディターを開き直します。するとこのように縦軸が鍵盤からドラム名に変更されていますね。ドラム名の左端をクリックすると音を確認することもできます。そしてスティックツールに切り替え目的のドラムを任意のタイミングに書き込んでいきます。 再生してみましょう。このように打ち込んだ内容が発音されました。なお、再生と停止は、パソコンのキーボードのスペースキーで行うこともできます。スペースキーで再生。再度スペースキーで停止です。また、再生の際に行っておいた方が良い環境設定があります。通常、再生を停止すると、その位置に再生カーソルが止まりますが、同じ箇所を何回も聞きたい場合、 いいちいち戻さなければなりません。そこで上の Q ベースメニューから環境設定を開き左のメニューにあるトランスポートを選択します。右の項目の中に停止時に開始位置に戻るというものがありますのでチェックを入れます。OK を押して閉じもう一度再生停止してみます。このように開始位置に戻るようになりました。加えてドラム打ち込みの際には サイクルという機能を使用して、1小節を繰り返し再生しながら行うと効率的です。サイクルは画面下のトランスポートにあるこちらのボタンで有効にします。あるいは、テンキーのスラッシュボタンで有効無効を切り替えることもできます。そして、ルーラーの上部にカーソルを持っていくと、鉛筆に切り替わりますので、この状態でドラッグし、サイクル範囲を指定します。ルーラーはエディターのものでも、プロジェクトゾーンのものでも、いずれでも構いません。 両者は同期されています。サイクル範囲を決めたら再生してみましょうこのように繰り返し再生させながらドラムの他の要素を足していきます打ち込みの結果を即視聴できるので効率的ですね。以上がドラム打ち込みの第一歩となります。 次回はさらにドラムパターンの打ち込みへと進んでいきますので今回の内容をしっかりと押さえておいてくださいこの動画が参考になりましたらグッドボタンチャンネル登録をお願いいたしますご視聴ありがとうございました